よっしゃ初めて成功した。やったぜ。科学的な罠。なるほどね。これあれだな、やっぱトンネルされた人追っかけてって板先倒しで使うのありだな。さあどうする。よしよしよし。やった。やべ、面白いぞこれ。めちゃくちゃいいわ。24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ、エイリアンコラボね、実装されてもうだいぶ経つんですけれども、パークアルティマニアと言うてるからにはね、まあ新サバイバーのリプリーのパーク使っていこうかなと思っておるところなんですが、まあとりあえずね、こちら科学的な罠、ちょっとビリーのね軽量チェーンとどうなるのかっていう動画も上げましたけれども、まあこちらを使って今日は楽しんでいこうかなと思っております。こちら、いずれかの発電機の修理を 50% 終えるとこのパークが発動すると、倒されたパレットの横に立ってアビリティ発動ボタンの2を押して罠を設置する。罠は120秒間有効。罠を仕掛けたパレットは全ての生存者に黄色のオーラで表示されるということで、この罠がね設置されていて、そこを壊すと殺人陣地が4秒 50% 減速するというパークなんですけど、これ結構ね使ってみたらね面白いです。これなんか楽しい。全然地雷とか、実装当時地雷とか盗聴とかも流行りましたけど、これ面白いでね、結構マジでね、皆さん使ってない人いらっしゃったらねちょっと使ってほしいんですけど、でまあ、罠設置してもし壊さないようだったら、まあ強行手段で持ち上げようかなと。強行手段は強化されてね、もうクールタイムがなくなって何回でも起こせるようになったので、まあ一応2択を迫れるという意味で、まあこれはまあ定番の構成ですかね。そして、修理担当者いや、うちの配信のレギュラー回というぐらい修理担当者を使ってますけれども、これこの間はね一番進んでいる発電機のオーラを見る方で利用したんですけれども、今回はパレットを倒してから6秒間殺人鬼のオーラが見える方、そっちがね割とこの科学的な罠と相性が良くて、要は倒して罠設置する、そしてキラーのねオーラが見えるんで、まあそんな近くにいるキラーのオーラどうみたいなのあるんですけど、意外とこう近くで見えない時とかもオーラで見えると、あ、割るな割らないなっていうのを判断ができるんで、割とありだと思っております。で、もう一つがアフターケアなんですけど、これやってみて分かったんですけど、科学的な罠、トンネルされた人がいたらその人の壁の意味でまあついていって、で結構強めの板やっぱ慌てて倒しちゃったりするじゃないですか、トンネルされちゃうと。その強めの板のところを倒した後にこの科学的な罠を設置して、絶対に笑わなければいけない板を倒した時にですね、これを設置して、遅延すると割とそのトンネルから逃がすことができるんで、これそういった意味でね、ちょっと救助した後のオーラがお互い見えるようにアフターケアちょっと入れてみようかなと。この4コンボで遊んでいこうかなと思っております。それでは早速いきましょう。ポン、オーバー着陸地点、対戦よろしくお願いします。じゃあトーバーで言うとここね、ここの板、ここの板で混むのがいいかもしれません。科学的な罠、今回ね科学的な罠持っ
ってきているんですけども、これあの土手でちょっとね、なんとか50パー貯めて、これいろいろね使ってて分かったんですが、こちらねキャンプトンネルに割と使いやすいパークで、これねオフレコ結集とこの科学的な罠踏んでればほぼほぼ逃げ切れる、または停止できるんじゃないかと感じております。まあ今回はこの構成ではないですけど、うん、さあこれでトンネル対象になりましたね。一応これが狙いではある。小屋行きましょうか。これで僕のトンネルされた場合にですね、多分こっちに来ると思うんで、これセットします。これ割るしかない。ここから追えないはず。かなり足が遅くなる。これが使えるんで、まあオフレコ決死の一撃を割とこうトンネルされた時に使うと逃げ切れるケースが多分多く生まれてくるので非常におすすめです。おエイリアンが住んでる。腹減りをセットして、これね初手でこの科学的なものをためにこれねためとくのが大事なんで、小屋板使ったっぽいですけど、この科学的なものはなんてね、キャンプトンネルにすごい強い可能性を秘めてるパークで、これ普通になんかオフレコ決死とこちらの科学的な罠積むことでかなり防げるんじゃないかなっていう。共鳴する靴っぽいですね。心音がふっと消えた。移動したのかな。あ、これはちょっと進めましょうか。このガーブが狙われてしまった場合に割と強固地の板でこの科学的な罠を使うと、そうすることによって妨害が入るんで、めちゃくちゃ足遅くなるんで、追えなくなるんですよね。こっちに飛んでくるのか。あ、すみません。さあ、僕の科学的なものは溜まったんで、立ちか、うん、エイダが終わった。いや、五感もしちゃった。
うん、これイタチもう一回ですね。でもかな、これちょっとエイドのフォローに行きたい。いや、ちょっと待って、ヘイトか、あー表面スープ2、いや、ここ0か、いや、きついね。全然フォローに行けない、うん、いや、罰か。まあ、ある程度エイダが復活してるんで、いや、ダービー勝ったか。1台しか待ってないのな。じゃあ弾まねえか。もうこっち飛んでくる。来る読みでもう救助行きましょう。これ今アフターケアで見えてるんで、多分来るぞ。よし、こっち来たらそのもう板使って、そうやってちょっとトンネルを防ぎたい。うわ、ごめん。やっとこた。ごめん。OKOKOK。よし、これでもうみんな
みんなをトンネルから守りたいぐらい。いや、こんなもねえわ。射程圏だ。オッケー、今のも我慢。オッケー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 。あ、そしてアフターケアも効いてますね。修理担当者としてはあそこ。ただずっさん重っ。あ、ずさんがめちゃくちゃ重い。親板もうねえんだっけ。来てますね。2カ所回してくれてればな。やばい、ガブがやばい。粘れガブ。ここ割るしかないぞ。さあ割らないんですか。さあこうやってガブから救うことができる。ガブからじゃない、こうやってトンネルされたガブに板を割れないという状況になったんで。なんだろう、これもう一発仕込んでみましょう。割と修理担当者も来るために長いんで。さあ割るしかないんじゃないか。割らなければ追いつけないんじゃないか。割らなくていいんですかと。いいよ。そしてこれ置いた。割るしかないね。足が遅くなっているね。いいですよ。この間に回せちまうということですね。オッケーオッケーオッケー。僕しょずりなんで、これはもう完璧でしょう。ナイス。オッケーオッケー。開いたこう強い、絶対に割らなきゃいけない板に仕込ん で仮にクールタイムが終われば強行手段で板を持ち直してしまえばまた板使えますので。そしてトンネルから守るためにアフターケアを搭載しておきたい。キラーのオーラを見るように修理担当者を使う。
出ていいぞ。完璧でしたね。まさかあそこから通電されるとは思わなかったじゃないか。いや、みんなもう逃げろ。俺は構わねえ。やばい、ガブが。ああもう掴んでるか。うわごめん。ごめんよ。今無事すぎた。ごめん。直してもらうか。ありがとう。うわみんなありがとう。出てよかったな。夏しちゃえばよかったかな。ユンジン出れるよね。オッケー出よう。さあ GG だよと。あ、でもまだ育ってなかった感じですね。イタチ、共鳴する苦痛、究極の武器ですね。あ、アドオンはランナーモードのクールダウンか。オーラが見えるということでございましたね。今回ね、科学的な罠で遊びましたけれども、こちら、自分がトンネルされたとき、そして誰かがトンネルされてしまったときに、割と強ポジの板、もうこれ割らなきゃ、追いつけないぞという板を倒して、そこにこの科学的な罠を仕込むことによって、もう割らなくてはしょうがないっていう状況に持っていくことによって、振り切ることができるんで、多分トンネル回避がかなりできるようになるんじゃないかなと。まあ、今回ねこの、まあ、その2択を迫る意味で強行手段を入れて、で、オーラの見える修理担当者、そして、トンネルから守るためにアフターケア入れていたんですけれども、もし自分のトンネルがされるのがすごい嫌だなっていう場合は、もう本当にオフレコ科学的な罠とか決死科学的な罠とか、まあ、そのもう3つ揃えちゃってもいいし、それで多分だいぶこのまあトンネルから逃げられるようになるんじゃないかなと。そうこうしてるうちに壁来てくれたりしますんでね、あの上手い人がいると。ですので皆さん、こう科学的なような、これあのかなりおすすめパークなので、ぜひともねこちらリプリー入手して、まあ聖堂に来たら私もつぶやきますんでね、これゲットして遊んでみるといいのではないでしょうか。ということでありがとうございました。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心にさまざまなゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5000まで上がるはずだ。あ、バカな、まさか、まだ上昇している。